では島崎さん、どうした？いやこの空気感から信長って言えないじゃん。全然信長で大丈夫よ。あ、どうも島崎です、裕次郎役です、よろしくお願いします。よろしくお願いしますってなんだ。いやいい空間だね。なんかまあ、ずっとここにね立つ前からで立ってもずっと一人一人に挨拶だったり皆さんの顔だったり見ててずっと思ってたんですけど、なんか本当に幸せだなって、まあ、改めて僕はね裕次郎は幸せだったって確信を持って思ってるんですけど、改めて、まあ、今回追っかけても見て、そしてこうやってエセオを愛するみんなと一緒になんか時間を共有して、裕次郎はやっぱ幸せだったんだなって、改めて確信しましたね。いやにしてもやりきれたね。やりきれたよ。結構みんなプレッシャーがあって話とかいっぱい出てましたし、ね、冷静に考えると朗読尺じゃないや、生アフレコ尺が多分60から70分ぐらい多分あるんですよ。で、それってアニメで言うと3本分ぐらいなんですよ。で、まあね、もうやっぱいろんな人がいる現場だしね、すごいバラエティに富んだメンバーがいるんで、アニメ3話撮ったらね、いろんな事件がいっぱい起こるんですよ、普通毎回 ね、SU も前はいろんなことが起こってたんですよ。じゃあこれイベントで朗読2時間だったらね、あれだけど朗読もありなんか歌唱もあり、でも生アフレコもありで70分しかも生アフレコやったら一体どうなっちゃうんだ、できんのかみたいなのが正直非常にみんなプレッシャーだったり不安だったり、どうだろう皆さんにも楽しんでもらえるのかなみたいな不安も正直あったんです。ありがとうございます。私ありがとうございます。正直あったんですけど、なんかいやなんかいいものになったし楽しかったなってもうすごく思えて、なんかよかったね。夜の部なんかもうだってね、なんかちょっとアドリブ的にさ、いやあれはかなえさんのせい、そうね、ね、先輩兼娘がねぶっ込まれてね、ちょっと楽しい感じになったり、もうみんな乗ってんなって、どんどん乗ってんなって、いい曲でしたみたいな感じ。え、今なってったみたいな感じ。いやもうノリノリでもなんかそうなれたのも嬉しかったし、あ、みんなもう昼やってより確信を持ってもう楽しんでるっていうのもなんかすごく嬉しかったし、で中でもやっぱりもうみんなの力だけど、いや義経と茅野さん、キリトとアリスは出ずっぱだし、やっぱもう特に2人は本当に今日ずっとね真ん中でね、でも2人がそうやってるからこそ、さっき沢城さんもねおっしゃってましたけど、もう真ん中の2人が一番頑張ってる2人がそうやってるからこそ、みんなもよりなんかよりなんかね頑張ろうって思えたし、なんかこの2人がこんなに素敵にやってるものを崩しちゃいけないっていうか、もっと素敵にしたいって思えたし、なんかそういう場になったんじゃないかなって本当に 思いました。すごいです2人、もうなんかみんななんだけど改めて2人に大きな拍手を。いやもうそう。でももちろんなんかこの場を作ったのは2人だけじゃなくて、もうキャストもアーティストもスタッフもっていうか、もうみんなスタッフなんですけど、 SAO を作るねみんながスタッフだと僕は思ってるんですけど、でそれは今日いらっしゃらないスタッフさんもそうだし、イベントも今回ねいろいろやってくれたスタッフさんもそうだし、みんながいて、そして今日こうやって見てくださるこの愛のある空間を作ってくれた皆さん、そして配信で見てくれてる皆さんも、もうすごくなんか世の中的にも非常に SNS とかでもすごくまさかのイベントでこんなにトレンドに入ることないらしくて、配信もだからみんながね本当に世界中で愛してくれてんだなって、なんかそうしてくれたみんなにみんなで拍手を僕は送り合いたい、みんなに大きな拍手を。ありがとうございます。いや本当にすごく幸せな楽しい一日でした。本当にありがとうございました。さあもう今日一日ね、いや、まあ、12時間ぐらいいるもんねここにね、うん、なんだけどねちょっとさ、そんなにいい話しないでよ。いい話してない。自分のターンでずっこけるんだから。いや最後だって意味わかんないよ、みんなに拍手をとか。
いやでもそれぐらいのね、うん、いや本当もうあの来てくださった皆さんも配信見てくださってる皆さんも本当にもう今このご時世であのこれだけの力をあの与えていただけるっていうのは本当にありがたかったですね。なんかやっぱり今無観客とかもありますけども、やっぱり一度あの無観客を経験するといくら表にあんまり出たくない松岡であってもあのいやこれはマジだからね、分かってるよ。でも無観客を一度経験しちゃうと寂しいの、すごい。やっぱもう皆さんのなんか生のこうリアクションが目の前で見れないんで、あとなんかこう笑ってくれたりとか泣いてくださったりっていうのも肌で感じる。そしたらもうどん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 なんかこう意欲が湧いてテンションが上がってくるっていうのをまあ本当にあの感じさせていただいて、いやなんかいいでしたね。いや本当にあのソードアートオンラインもまあ今回なんかものすごい総集編みたいな感じでやらせていただいたんですけども、まあ本当に皆様にこの熱い現場の力であったりとかも感じていただけたのかなと思いますし、あとやっぱりこうソードアートオンラインもまだまだどんどん続いていきますので、まあ次だとプログレッシブとか、ね、展開としてはもういろんな方向性がありますので、だってもう河原先生これ今見てるんですもんね。よろしくお願いします。続きをよろしくお願いします。どうぞ、皆さんが望んでることだと思うので、まあ、その時はまた全力で、この みんなでみんなでまた現場で作っていきたいと思いますので、これからもソードアートオンラインを本当によろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは最後になるんですが、みんなで挨拶をしたいと思います。いきますよ。はい、お唐突に、はい、いきますよ。 ありがとう、みんなに一緒に声を合わせて伝えるね。はい、本日は誠にありがとうございました。こんなにも温かいご飯が、こんなにも温かい笑顔が、こんなにもすぐそばにあったんだ。ああ、何か話すわけでもないけど、おいしいねの一言を